はい、えー、こんにちはレトスの大野です、えー、試験日まであと7ヶ月半ほどしかないので合格するためには今すぐ丸暗記学習から理解学習に変える必要があります実際昨年合格した方から以下のようなメールをいただきました 私自身もそのメールを見て、まさにその通りだなと思ったので、それを共有させていただきます。どんなメールの内容だったかというと、法令上の制限は暗記科目、法令上の制限は数字が重要、これは昔の話、数字だけ覚えてもほとんど点数に結びつきません。今の宅検試験は数字よりも重要なものがあります。そう考えますと、今の宅検試験は脱暗記。 ではないかと、えー、私は思うのですが派手なというふうなメールでしたもうこれまさしくそうですねもう今の達見試験っていうのは脱暗記だと私も思います近年の試験では基本的な知識を頭に入れた上でそれを使えるようにする応用力っていうのが必要になってきてるんですねただ実際学校とか、えー、通信講座を受講してもその講義の中で考え方や理解の仕方まで伝えていない場合がもうほとんどなので 応用力がつかないんです、ね、なのでもう自分自身でもう調べて自分自身で考え方とか理解の仕方まで勉強していかないといけない状況になってるんですよただ一方で弊社レトスの個別指導では応用力までつけていただけるように考え方とか理解の仕方までお伝えをしております毎日3問を解いていただいているあなたであれば弊社レトスが理解学習を行っていることは分かっていただいていると思います今であればあなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強して今年絶対合格します あなたの事項をおお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます行きましょう。皇区には所有権及び定当権に関する事項が、おつくにはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは×ですね。 そもそも登記記録、登本とか、登記事項、証明書ですねには、表題部と権利部に分かれています。表題部と権利部に分かれています。で表題部っていうのは、不動産の所在地とか、地目、地籍などの物理的な状況が記載されている部分です。一方、権利部は所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分なんですね。そして、権利部っていうのは、江区とおつくに分かれています。 で、広区には所有権に関する事項、つまり所有権移転登記とか差し押さえなどが記載されていて、おつくには所有権以外に関する事項、つまり定当権などが記載されています。そして今言った内容を登記記録で確認すると、まず、表題部と権利部に分かれますよね。で、表題部は、 例えば所在とか地盤とか地目とか地籍とか、これ物理的な状況ですよね。が記載されていて、権利部、これ2つに分かれるんですけども、権利部は権利に関する内容。所有権とか抵等権とかですね。で、権利部も2つに分かれて、工区とおつくに分かれると。で、工区は所有権に関する内容。所有権の、これ、合併による所有権の登記、ちょっと珍しいですけども、まあ所有権の登記ですよね。あと、これ、所有権の移転登記ですよね。つまり、これ、所有権の登記に関する内容です。 で、こっちが定当権。いわゆる所有権以外の内容なんですね。おつくには所有権以外の内容。まあ、ここにもね、細かくちょっと見づらいかもしれないんですけども、書いてあります。所有権以外の権利に関する事項。これがおつくなんですよ。で、これを前提に問題文を見ると、広区には所有権及び定当権に関する事項が記載されているって書いてあるので、これが誤りなんですよね。広区には所有権の記載ありますけれども、定当権っていうのは広区にあるんじゃなくて、おつくにあるんですよね。 よって誤りとなります。で、問い2です。法人の役員のうちに、私文書偽造等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。まるか罰かという問題です。えこれ、答え、罰ですね。役員が私文書偽造等の罪により、罰金刑に処されても、 免許の欠格には当たらないんですねつまり5年を待たずに免許を受けることができます役員とか支店長などの政令使用人政令で定める使用人が宅建業法違反だったりとか暴力行為これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは免許の欠格に該当するんですねしたがってその法人も刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができないです、まあ、しかし今回っていうのは 宅建業法違反とか暴力行為ではなくて文書偽造が原因の罰金刑で、すよねなので結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって罰になるということになります。で、これ、間違いやすい部分なんで、あの個別指導では動画を使って解説します。あの動画を使って、まあ、細かく解説するってことですね。なので、受講者様は、受講者専用のメールマガからご確認ください。 で、問い3ですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、事前届け出をしないで、土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。丸るかツかという問題ですね。で、答えはツです。無効ではなくて有効なんですね。中止区域または監視区域に所在する土地について、事前届け出をしないで、土地の売買契約を締結した場合、 届け出しなかったとしても契約は有効なんですね。ただ、えー、罰則の適用はあります。えー、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。で、今回はまあ中止区域とか監視区域なんで、まあ、事前届出の話なんですが、中止区域や監視区域じゃない土地の場合、事後届出が必要な場合ってありますね。で、事後届出が必要な場合も一緒です。届出をしなかったとしても契約は有効です。ただ、届出をしなかったことによる罰則の適用はあります。 なのでこの点も合わせて頭に入れておきましょう。